町田さん、確実に変わったの分かるでしょ。いや、ここの連中に、蹴られた注射器持って追っかけられたから、で、通訳が、もうやだ、もうやだ、もうやだって。ここに来たらホッとするじゃないですか。神父もいるし、このボランティアもいるだろう。思うでしょ、はい、ここからいよいよ高速道路、飛んだところですね。飛んだところです、はい、セクター6です。はい、パッと見、うん、今までとあれどこがよ、むしろちょっと綺麗になったかなぐらい思ったんです。思ったでしょ、うん、それはそうなんですよ。あの、6なんだけど、6の入り口は、この先なんですよ。ここからなの。あ、ここからなんですよ。あの、今のは振り向くと分かるけど、高速道路からの出口なんですよ、ね、高速道路の一部だったんですね、はい、から出てのここなんですよ。ここの角っこからスタート、ここからスタートです。挑発的な地面してますよ、まずね。まあ、雲もね、なかなか暗雲立ち込めてやばい匂いするよね。雰囲気ありますね、うん、これここね、レストランなのよ。え、これが、うん、Google にも出てるんだけど、えっと思って、こんなやべえやべえとか言われてるところにレストランあんのと思ったけど、はい、あの、よくよく考えたら、普通に人が住んでんだから、レストランぐらいあるよな。どこにでもあるからね。うん、で、思ったのが、もうつかの間。これがね、なんか最後の安息地みたいな感じ。あ、ここから先はね、本気入りますか、ここから。あります。ここから、ここから、はい、本気です。ガチです。ただ立ってる。ただ立ってるね。で、なんていうでしょう、はい、寝巻きで立ってるところでしょう。うん。この人たちがね、ところにタクシーとか車に横付けして、はあ、帰りに来たよって言うと、あの、奥から本ちゃんの人が出てきてる。なるほど。あ、でも、それは、そういう雰囲気ですよね。そういうことです。うん、うん、これはもう完全に、はい。ここ1個とかじゃなくて、うん、何箇所も、はい、何箇所かって、人の数だけ。まあ、受付場、ね。受付場か、はい。え、基本的に薬物の売買が行われてもうここで、はい。このエリア全体で、今見たく、目印は人。だからこの家でやってるとかじゃなくて、ちょうどその誰かいたら声かけて、あの、買いに来たんだけどっていうと、今今日だとあそこだよとか、そういうふうに教えてくれる。種類的にはそのアッパーかダウナーかでいうと、クリスタルかな。あ、うん、そっちですね、はい、あ、じゃあ結構やばいですね。あと MDMA とか、ね、そういう系が、あの、パーティードラッグとかを買いに来たりする。ケミカル系なんですね、はい、ですね。で、こういう感じでも雰囲気もちょっとこう、あれな感じになってくる。なんかもう道とかなんかよく分かんなくなってきてますね。そう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 。なんか通行人から向けられる眼差しはどんな感じなんですか。ああ、もうね、カメラ持ってたら罵倒だった。あのね、あの、クレイジージャーニーで、釣りがここね、売られてるって話、はい、そういうの放送したんですよ、はい、で、歩いてる時に、ここの連中に、あの、蹴られた。どういうこと。その時は見てないんだよ、よくわかんないですけど、カメラ持って歩いてました、はい、俺と、ディレクターと歩いてて、その時2人で行ってた。2人、あ、通訳1人で雇ったからね、はい、あのね、3人で歩いてて、はい、ここから「おい、何やってんだ」って言って、うん、待ってきて、うん、「前ら撮影してるだろ」って言われて、はい、カメラをこう手でこうぶら下げた状態で歩いてた、うん、ちょっと目立たないようにそうそうそうってことはしてて、モニターの、なんていうの、こう赤ランプとか目立たないようにして、はい、うん、カメラすごいちっちゃいやつだからね、うん、で、撮ってんだろって言って男は一人出てきて、この物陰からまずば、いや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 って言ってたら、こっちの四角、反対側の四角、こっち側からもう一人男が走ってきて、はい、えってなった時にもう一人は真後ろから走り込んできて、カメラガーンって蹴られて、で、こっからダッシュです。どっちに？この先に。先にね。でね、うん、ただ、分かると思うんだけど、うん、一本道の逃げ道なしなの。ないね。あれあれってなって、うん、どうすんだよってなって、走りながら笑っちゃったんだけど、はい、俺。あ、相手はそれは、まあ、敵対心があるってのは分かるんだけど、うん、どういう意味合いなのかな。まあ、ムカついてやってるのは分かる。その、メディアに対しての信用度のなさ、うん、あの、彼らの、カメラ出して撮影すること自体が、許さない。取り尽くしもなし、交渉の余地なし。実は、この町の神父に、頼んでたのよ。取材できないか。なるほど。で、一回神父 OK 出したの。でも、やっぱりダメ、怖いから無理っつって、降りたんだよね。で、ここまで行って、で、神父の案内なしに、やっていい、どうするってなって、いいでしょ、そんなの。もともとそのつもりで来てるし、いいよ、いいよ、行っちゃえよ、っつって、行ったの俺なんだけど、そうで、行ったら蹴られた。ここで。だから、もう交渉とかじゃないの。向こうはカメラ持って入ってきた時点で有罪なんですよ、向こうからすると。でも、これ走りながら、うん、やべえ、蹴られた、って走ってたら、いや、結構本気でさ、注射器持って追っかけられたから、あ、言ってたやつだ。そうそうそう。そうか。ここで。で、ほんとすっげえ本気で走って。薬中の人間が、新品じゃない注射器でよ。
こう襲いかかってくる。向こうなんか合計3人だったんだよね。そう、いや、もっといる。もっといるの？もっといる。それは見えたから、もう逃げるしかない。交渉しようとかじゃ、まず蹴られて、うん、わーってなったら、注射器を振りかぶって襲ってきた。いや、注射器を振りかぶってきたやつがいて、それをかわしてたら、横でディレクターのカメラを蹴るやつが死角から飛んできて、蹴ってきて、ちょっともみくちゃになりそうになったから、やばいっつって、蹴られて落ちたカメラを俺が拾って、で、走っていく。いや、危ないね。で、通訳が、もうやだ、もうやだ、もうやだ、とか言って、なあ、これ、これ、もうやだ、やだ、とか言ってて、で、で、俺とディレクター大爆笑してて。もうちょっと、ネジ飛んじゃった。いや、違うよ。オチがついた。怖い、怖い。危ない。これ、落ちた、落ちた、落ち着いた、落ち着いた、って、これで終わった、つって、上、スペイン編取材終了って言いながら走ってったの。で、俺笑っちゃってるから、そしたらディレクターが、ゴンザレスさん、リアクション違う違うって言って、いや、だって落ち着いたしいいじゃないですかっつって走ってったの。ね、で、走ってったらこの先で、でも、こう一本道で、もう戻れないじゃん。うん、戻れない。はい、これ、これ振り返ってみましょう。僕が蹴られた道、ここですよ。うん、こっちはスタート、街こっち。丸見え。街こっちだから。車で追いかけてきたらもう終わりだよね、でも。でも、街こっちで、うん、一本道、どうするって話じゃん。なる。どうなの相手の人的に。あのね、結構一人本気で、なんか本気のやつが一人だけ追っかけてきた。で、まあそいつが、ちょっと疲れて、ちょっと速度落として、ゆっくりになってきて、はい、俺たちもゆっくりなってきて、この辺で諦めてくれたのかな、もう少し先かな。で、俺らはこうやって進むんだけど、うん、あ、そうそう、ここら辺に来たらもう大丈夫だったんだよ。なるほどね。ほんと、ここまではダッシュ。はいはい。で、この道がさ、分かれてるじゃん。うん、どっちに行けばいいんだろうと思って。究極の選択ですよ、これは。でもね、こう行って、うん、もう道なりにこう進むんですよ。ほー、またから、もう瓦礫だもん、ね。でも、ここで俺、だから一本道も逃げ道がないから、どうしようと思った時に、はい、シンプルなことを思い出したわけ。うん。教会行ったらとりあえず大丈夫だ。そこに行って車呼べばいいと思ったんだよ。やっぱりあれよね。まあ、キリスト教国において、うん、悪人マフィアとかも、行くじゃん。うん、神父とか教会ってのはどうしてもね、よりどころになってるってことね。で、教会を目指すことにしたんですよ。はい、この辺でもさ、この辺、こういう地域住人に、うん、なんなんだお前らとかって罵倒されまくるんだよ。永遠に新たな敵が出てくるんだよね。もう無限に、はい、もう道行く人たちが罵倒罵倒、なんか向こうで何かあったなっての分かったって言って、で一気にかすげえ歩くたび罵倒されてって、怖い。やだやだ、もうやだやだって通訳が言ってた。俺らはもう落ち着いたから、もういいやと思って。でも彼らからしたらやっぱ嵐に来た。あ、そうそう、あのね、だって実際ここ本当に街のマドリードのバイオリンプッシャーたちが仕入れに来るところ。なるほどね。なので、問屋さんに突っ込んじゃったら。ああ、それはまずいよ、ね。外国人が問屋さんに突っ込んダメじゃんか。ダメっていうか、ちょっとリスクあるでしょ。レアいや、まあむしろ外国人だからできるかもしれない。そうそう、多分外国人だから、この程度で済んだと思う。街がさ、確実に変わったの分かるでしょ。6で一気にその俺の麻薬話にちょっとあったけど、ね、ちょっと掘ったて小屋というか、それになって、で、ほら、もうこれで分かるけど、要は暖炉があるんだけど、その薪で生活している人たちがいるってことね。ね、はいはい、冬の、寒さをしのぐのに。バイオリン見れたし、注射器見れたし、うん、手に持ってる注射器見れたから、もう注射器で襲われる貴重な経験もでしたもん ね。なかなかないでしょ。ないない。で、もう、ただただ、こっちの方にあるって言ってた、うん、教会を目指すんですよ。うん、その間、もうずっと通訳さんは受けるんじゃなかった。クレイジージャーニーの仕事なんて受けるんじゃなかったってすごい言ってて。クレイジージャーニーの通訳、誰も受けてくんないんだよね。うん、本当に、片っ端から断られてるから、うん、結局誰が受けてくれたの？どういう人の作成は？スペイン在住のね、うん、なんかアーティストの人がいて、通訳じゃない人がただ受けてくれたんだよね。この辺なんだけど、実はね、道が多分ね、繋がってないんだよね。ここだ、着いた。ここが教会です。どれですか？これです。ここなんですけど。あ、この木の奥が教会。はい。ここね、はい、道がね、ストリートビュー的に道がね、繋がってないんですよ。なるほどね。残念ながら。はい。なので、ちょっと教会の前に一回飛びますね。うん、こっちがさっき覗いてた木のところ。あ、こう来るとここに着く、はい。で、こうやって見ると分かる。荒野の中にポツンと教会が。うわー、これが確かに屋根にね、ロザリオが、はい、あとまあ大きなロザリオもありますね。はいはい、ありましたよね、はい。で、ここにボランティア団体の人たちが来てて、薬物
の中毒になった人たちを助けようということで、あのここでそのなんていうかな、薬物治療の時に薄いドラッグのようなものを、はい、あの摂取するっていうよね、まあ、ヘロインだと、まあ、メサドンとか、そうそう、あの段階を緩くしていくっていうね、弾薬みたいな。スペインとかポルトガルとかもそうだけど、あの薬物に対してやや寛容なんですよ、はい、だからそういうのを配布してるんですよ、うん、まあ、犯罪っていうかは薬物依存という 病気として捉えて治していくんですね、はい、なのでその医療系の団体の人たちがここ来て配るんで、はい、そういう、まあ俺も詳しくはその時は調べなかったしちゃんと聞かなかったんだけど、そういうのを俺配ってるんだっていう話をこの辺の人たち聞いたんだよ、うん、だからそれを目当てにいろんな人たちが集まってきたりとか、うん、でもここに来たらホッとするんじゃないですか、神父もいるし、このボランティアもいるでしょ、思うでしょ、うん、あのその地域住人の人たちがボランティアの人たちにさ、はい、ドラッグもらいに来ててさ、はい、これ鍵閉まってるわけ、誰もいねえし、うん、でその家のない人たちがこの周りに住んでるし、はい、治ちが悪いじゃんっていう感じなんだけど、うん、一番びっくりしたのが、うん、これさすがに映ってないと思うんだけど、地面がこのね、はい、注射器だらけだったんだよ、ここら辺があんじゃん、ほら、ああ、あるあるある、あ、ほら、あね、やばいでしょ、これですね、それです、これですね、これは全然あるでしょ、これ本当、本当歩くと、あの足でいっぱい踏んじゃうの、怖いね、注射器多くて、ね、ああもう嫌だと思って帰ろうと思って、うん、帰ろうと思うんだけど、また空が広いです ね、あの何もないもの、一本道を逆サイドに行くと連中いるし、はい、その先は巨大なゴミ処分場しかないんですよ、うん、でこのボランティアの人たちは助けてくれないんですか、うん、一切、え、でも乗せてって言ってもダメだし、しゃあねえなと思ってここで車呼んだんですよ、はあ、たら今行くっつってもう1時間ぐらい経つ、うん、早く脱出したいから、はい、ちょっともう、まあ、この先のジャンクションに来いと、うん、そこだったらすぐ来れる、なんかそこにだって行けるとか言ってるわけですよ、うん、なんかよくわかんないことを、なるほど、じゃあもうそこまで行くから待っとけっつって、はい、でそこまでどうやって行こうかなって、今の来た道を戻るんじゃなくて、うん、この荒野を歩いて行って、この荒野を抜けてスタンドバイミーみたいになってんだ、ここハイウェイなの、あここまで行ってこのハイウェイを、うん、この歩道をテクテク歩いて、怖いんですけど、あのほら6と5を分けてた絶対ジャンクションでした、あそこまで行って、あ、なるほど、はい、で後で聞いたらこの運転手、雇った運転手っていうのが会社の規定でこのエリアに入っちゃいけません、やっぱり危ないってことだね、そうそう、だから入れないっていうのを、まあ、言いたくなかったのか分かんないけど、なんかのらりくらりごまかすんだよ、うん、だから入れないから迎えに行けないって言われてたんだけど、先言えよって話じゃん、そうね、そんな分かってたら別にのやり方考えるのにと思って、まあ、ずっとここ歩いていくわけですよ、うん、で俺の中ではもうスタンドバイミーか、あの某お笑い芸人の方が高速道路で後ろから高速で突っ込んできて引かれた事件あったじゃないですか、恐ろしいね、はい、なくなってしまったやつですね、しか浮かばなかったで、ここをひたすらひたすら、うん、でも小1時間ある、いやな、30分以上全然歩いた、でも俺も、うん、さっきのその駐車器もっと追いかけてきたところには戻れないね、やっぱり、うん、戻れないでしょ、危ない、うん、ここをでもっとずっと行って、あのこの先に見えてるこの橋とか全然越えた向こうの方まで歩いて行って、うん、そいつのドライバーもさ、高速道路のさ端っこ路肩にさ、あの止めてちゃんとハザードライト待ってるわけ、律儀に、でそこで「はーい」とか言いながら入ってって、でこの取材終わるの、忘れてることも多かったけど見たら思い出すね、うん、そうよ、でもストリートビューで注射器まで見て撮れると思わなかった、いやすごかったね、うん、すごいよね、やっぱ貴重だね、ストリートビューはね、いやだからストリートビューのさ撮影班さ、ここまで行ったんだっていうね、この辺がだからジャニーでやったやつで、で実はこの後車で、さっきの道さ先まで行ってみたの、おう、ほんだしたら、あの結果何もない、ただただ荒野が、あの舗装もなくなってって、でゴミ処分場みたいなのが出てきて、でああもう本当にもう何もないんだなっていうのが分かる、万里の長城の終わりみたいな感じだねそうだね、あいつか行ってみたいけどね、行ってみたい、はい、そこも、はい、でもまあここもこんな感じで、はい、スペインのね青い空とね、最後晴れてるじゃないですか、あんな、あんな落ち込みしたな、ね、
でもね、全然嬉しくなかったね。で、この後ですね、僕は町の方に戻りまして、いろんなインタビューとか、取材を重ねてって分かったのは、まあ、町中から、カナダレアルに、車を仕立てて、買いに来る人だったりとか、はい、バイリンプッシャーの人たちが仕入れに行ったりとか、そういう風にする本当に、ガチな場所で、留学してる日本人とか、住んでる日本人の人たちは、ほぼ知らなかったと。いうことですね。そもそもね。はい。で、僕、この場所を知った理由っていうのが、本当に偶然で、クレイジージャーニーっていう番組で、常にこう、いろんなところを皆さんに紹介する機会があったので、アフリカ取材の帰りに、どっか寄りたいなと思って、はい、ヨーロッパだったら立ち寄れんじゃねえかと思って、ヨーロッパの中でなんかやべえとこねえかと思って探してたんですよ。はい、実際これもアフリカ取材の帰りによって取材してきたんですけど、うん、探してたらさ、英語でいくら調べても出てこないわけ。あで、まあ基本、そういう調べ方をするんだけど、はい、でも、その時なんかね、スペイン語にさらに変換してみたんだよね。いろんな言葉を。翻訳してね。そうそうそう、はい。で、しかもそれをいろんなサイトで検索してったら、ドラッグのキーワードで引っかかってきた場所があったんだよ、ね。それがここを感じられる。で動画ニュースの中で、しかも動画ニュースをバーッと見てたら、どうもドラッグっぽいものを取引してる的なニュースが報道されてた。ああ、なるほど。その中から単語拾って検索してたどり着いたんです。すごいね。いや、頑張って見つけたんだね。そうそう。いや、基本は全部自分で見つけてますよ。うん、有名どころ以外は。うんうんうん、特にこれは多分日本で紹介した人いなかったんじゃないかな。すごい。初。公開 初公開にこだわってるわけではないんだけど、うん、そんなに有名じゃなかったっていう、僕がこの行った時点では知ってる人ほとんどいなくてすごく大変だったっていう。でもそのおかげでね、注射器で追われる貴重な経験もできたそっちでもまあ、ね、生ハム美味しかったな、うん、スペインやっぱり生ハム美味しかったですねえ、だって俺もう食べることしかなかった。なんでヨーロッパ、アフリカの帰り寄りたかったのって本当それだけだから。うまいもんね、めちゃめちゃうまいよ。うまいよ、だって乗ってめちゃめちゃうまいし、はい、アフリカには悪いけど、やっぱアフリカで美味しいご飯食べることもありますけども、帰りヨーロッパ寄ってなんか好きなもの食べて帰れると、ちょっとね、心が穏やかになって帰れるんですよ。ささくれ立たないっていうか、結果ね、ささくれ立つよりもひどい、蹴られるっていうね、うん、だから面白い経験。まあスラム取材も美味しい、ハムも美味しいということでよろしいですか。はい、そんな感じで、丸山ゴンザレスと行くぶらりグーグルストリートビューの旅、カニャダレアル編でした。どうも、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。